RX8 ってどんなの？こまちゃん、こまちゃん、はい、 RX8 について教えてもらってもいいですか？はいっすよ、全然いいっすよ、教えますよ。実は俺 RX8 乗ってたからね。おそう、乗ってたから言えるんだけども、まずね、RX8 のいいところ、いいところ、悪いところ、悪いところ、燃費が悪い、燃費が悪い、うん、税金高い、否めない、うん、否めないまあね、まあでも他いいとこいっぱいあるから、あのまずね、これ開くでしょ、はい、開いて、ほら見て、これ中はもちろんかっこいいんだけど、こう観音開き、やっぱりね、仏教徒としてたまんないね、観音開き、たまんないですね、たまんないね。で、ここエンジンメーターもこうあるんだけど、はい、エンジンメーターこうなってるでしょ、で、回すと、アクセルバーンって回すと、レッドゾーンでピーってなるんだよ、うん、それめっちゃいいよね、それいいっすね、いいよね、一番それがいいいいよね。で、あとね、こう後ろなんだよね、後ろなんすか、ここを見て、このプリッとした感じ良くない？いや、いいですね。わかる？これがね、やっぱり8のいいとこなのかなと。ここもね、こういう感じになってるのがね、それが一番綺麗ですよね。綺麗で、前よね。もちろんこれロータリー乗ってることもいいんだけど、はい、個人的にこの車のいいと思ったのはこれ、セブンのなんかついてんだよね。これはいいですよね。ベストポイントです、ね、ベストポイントってあなたの車だから、ね、そうそう。でそんな感じでね、8はめちゃくちゃいいとこしか言ってないんですけど、走りについていいとこやって、まあね、めちゃくちゃこう走りやすいです。結構ね、あのスピード落とさずね、バカチン。